なんでアニメなの？なんでアニメ主題歌がやりたかったかってこと？なんかアニメのテレビでやるアニメとかクールのものに選ばれるってなんかアーティストとして認められてる感じがある。なんかワンクールものの主題歌ってなかなかできる人が少ないじゃん。だからそういうのに選ばれて使っていただけるのはなんか歌手としてというか歌手、まあ、アイドルの方ももちろんやし私もアイドルですけど、そういう一定の人しかできないと思ってるから、そういう感じで認められたっていう感覚があるんで夢だったしやりたかったかなオファーがないとだけ、そう、オファーね。まあ、オーディションのこともあんのかな、わかんない。主題歌はどういう感じで選ばれるのか知らないけど、まあ、どっちみち狭いもんだからさ、そこ、しかもテレビっていうのがすごいよね、やっぱり。今テレビがない家も多いけど、そういうサブスクとかでもそうだけど、全国の人が好きなタイミングで見れる媒体じゃん。それで、毎週聞いてもらえる ?3 ヶ月間ってすごいよねって思うから。何のアニメの主題歌なの？だった？僕の妻は感情がないっていうアニメの主題歌です。いいアニメだったね。いいアニメだよね。とてもほっこりするアニメ。まあだからコンクールはね、あの、サムネだけ使っていただいたアニメとかもあったから、すごくアニメに縁がある夏だなと思いつつ。私、なんかさ、選ばれたしさ、自分が主題歌を歌ってるからさ、毎週アニメの時にはめっちゃ宣伝してるんだけど、そういうもんじゃないのかな。それが普通だと思ってたら、なんかエゴサしたら、ソラさんって毎週アニメ宣伝してくれる人なんだねって書いて、え、そういうもんじゃないのと思ってすごくびっくりしたんですけど、違うのかな。そういうもんだと思ってやってたんだけど、普通にびっくりされてる方が普通にエゴサにいたから、あれあれあれ私解釈違いと思ってちょっと困惑しましたね。これさ、やっぱさ、僕妻アニメのさイメージに合わせてるからなんだけど、関係性はアンバランスとか、オーダーメイドなやりとりとか、心のセンサーがとか、そういうところとかもいっぱいあって、そういう曲だったんだよね。で、アニメをさ、見てる人たちにもさ、この子でよかったなって思ってもらわなくちゃいけないじゃん。だから、私の声で、やっぱイメージあるじゃん。アイドルが、とか、やっぱ V の人が、とか、あ、アイドルなんだ、歌う人って思われたら、ちょっと、なんか、ないですかねって言ったら、大丈夫だと思うよって言われて。やっぱそういうイメージってあるじゃん、やっぱり。みたいな。そういう風に、原作ファンの人とかに、思われちゃったら、やっぱその作品を傷つけてしまうと思うし、その作品に合わなかった時にはやっぱり原作者の方にも、本当に原作ファンの人たちにとっても良くない曲になっちゃうから、そういうのもすごい不安ですっていうのはすごい相談してて、そしたらなんかすごくそういうのもなく、なんかむしろアニメで知って、あ、時のソラちゃんが歌ってるんだって言って、僕妻アニメから来ましたとか、すごい楽しみにしてましたみたいなのとかが多かったんで、よかったかなって。これさ、同時視聴しながら言う話じゃないから、BGM あってもよくないか？アニメで初めてソラちゃんの歌声聞きました。違和感なくとても透き通った歌声大好きになりました。ありがとうございます。そういう方もね、いらっしゃって。最近だから、一時期ね、スタートとかも、実は再生が1日1万人に聞いてもらえるって、よく考えたら、ね、化け物級の再生スピードなんですけど、でもそれも落ちてたんですけど、1万以下になってたんですけど、最近また、1日1万
以上聞いてもらえるようになってて、それもやっぱアニメから見に来て動画をその後見てくれる人が増えたからかなともすごい思ってて、だからそういう意味で歌をすごい聞いてもらえることが増えたのかなって思いましたね。それはすごくありがたいです。うん、アニメから私を知ってくれた人もいっぱいいた。それ逆に今まで知ってたけど歌に興味なくて見てなかったみたいな人も結構いるから、配信は好きだけど、まあ、歌は別にみたいな人も歌を見てくれるようになったのかなって思いました。やっぱりその配信者として知ってもらえると、やっぱ配信がメインで見たいから歌は別にみたいな人も結構いるんよ。そうすると、あんまり歌って見てもらえなくなるのね。配信の人でしょ？歌はそんなに？みたいな。それが逆になったって感じかもしれない。あ、歌の人なんだ。じゃあ、配信より歌見ようかな？みたいな人が増えた感じはするかも。バランス大事なんですけどね。で、それで配信中止になるとまた歌の人じゃなくなっちゃって、あんま歌見てもらえないみたいな。で、逆で、歌ばっかりに集中すると今度配信はまあいいかな、歌だけ聞きに来ようかなみたいな人ばっかりになっちゃうみたいな、そういうのをいいバランス取っていかないとどっちも見てもらうって難しいんですけど、今は歌がすごい伸びてる時期だなって思って、バランスむずいですね。だからすごいさ、配信伸びてる子でも実は MV はそんなにって子もいるし、逆に私みたいにスタースタースタートみたいにMV はすごい伸びてうわわわわわっていくけど、配信はスタイルによってこうばらつきがあるみたいな人もいて、やっぱね、それぞれの活動フィールドのね違いをすごい感じましたよねって思いました。これがアンバランスってこと？関係性はアンバランス。上手。一度私に覚えられたらもう握られなくなるぞ。I'm in danger!